はい、皆さんこんにちは、マイチクです。今日もドリスピ楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。今日は以前のね、7周年記念について簡単にご説明した時と同じように、ちょっと流し読みという形で、簡潔にね、動画を撮っていこうと思うんですが、まずはドリフトスピリッツ7周年ですね。本当におめでとうございます、ね、ユーザー含めもちろんね、運営の方々や、ドリフトスピリッツに関わる全ての方が嬉しい、そんな一日ではないでしょうか。皆さん一人一人同じだと思いますが、やはり自分の好きなゲームがね、こういう風に一年一年長く続いてくれるのは本当に嬉しいことですよね。僕も6年くらいかな、楽しくプレイさせていただいていますが、このドリスピーがね、続く限り、楽しくプレイさせていただこうと思います。はい、本当におめでとうございます。ということで、ここにね、お知らせとして来ましたね、駆け抜けて7周年ありがとうございますという運営さんからのお知らせですね。ドリスピの中で皆さんよく聞くワードとして、これからも加速していくドリスピをよろしくお願いしますというような言葉があると思うんですが、7周年を迎えられて、さらにね、ワクワクするものがね、生まれていくんだなっていうものを見ることができたので、少し皆さんと一緒に読んでいけたらと思います。2013年11月6日にリリースされたドリスピは本日7周年を迎えることができました。本当におめでとうございます。そしてここら辺ですね、ドリスピ図鑑であったり、リアルタイムバトルであったりっていうものが実装されましたと、今年ね、これに対してはご意見をいただいておりますが、そうですね、進化の過程として捉えていただければと思います。そうですね、リアルタイムバトルに関しては確かにツイッターの方とかを見てても皆さんね、いろんな意見があるんだなというふうに感じますし、僕自身走っててもね、これはちょっと勝つの難しいなと思ったりする場面もあったりするので、本当にこの調整っていうのは難しいんだろうなと思うんですけども、運営さんがね、こういうふうに進化の過程と表現しておられるので、今後ね、さらにプレイしやすいような環境にしてくださるのではないかと思います。そしてこの下あたりから、これは本当に楽しくなるなと思った部分がね、いよいよ実現されるんではないかなと思ったところですね。知り合いと対戦したり、自分で参加者を集めて大会を開いたりといった方向でリアルタイムバトルは進化していく予定です。これですよね、この知り合いっていうのはもちろんフレンドさんだったりとか、なんでしょうかね、一番身近なもので言ったらフレンドさんや、チームの方々であったり、チームとかね、フレンドっていうのは枠があって、なかなかそういう結びつきではない部分でも知り合いの方っていうのはたくさんおられると思いますので、そういう方と一緒にプレイできる、バトルができるっていうような形になっていくんでしょうか。これは本当に楽しみですよね。もちろん一度もね、接したことがない方、自分と関わったことがない方とバトルができるっていうのもリアルタイムバトルの醍醐味の一つであると思うんですが、実際に自分の知り合いの方とね、リアルタイムで対戦したりできるっていうのはね、大きなね、楽しみになってくると思います。これは実際僕がリアルタイムバトルで待っていた一つなので、本当に嬉しいお知らせですね。そして8周年にはドリスピ公式大会を行いたいですねとあります。この公式大会っていうのは、ドリフトスピリッツっていうゲームの中で今まで一回も開かれたことがないものですよね。もちろん常に開かれているイベントですね、ボスバトルであったり、ドリサバであったり、タイムアタックであったり、もちろんあれはこのゲーム内で開かれているものなので、公式といえば公式で当たり前のものなんですが、そうではなくて、今のこのリアルタイムバトルっていうのは、常時設置していただいていて、シーズン1、シーズン2、現在シーズン3ですね、開かれているものですが、これはそうですね、現在普通に開かれているイベントで言えば、ボスバトルであったり、ドリサバであったり、タイムアタックであったりっていう風に順位がね、ちゃんと設定されてて、で入賞して報酬がいただけるっていうものと、現在のリアルタイムバトルはちゃんとね、報酬もくださってますが、何段っていう形でね、その中に何人入っているっていう風な段数でこう仕切られているわけですけども、この8周年っていうのは、いよいよこの文脈からすれば、このリアルタイムバトルの中でも個々の順位が決まるんでしょうかね。今常設されている
リアルタイムバトルの楽しみ方とはまた違った形での公式大会として開かれるという、まあ、これは野望レベルと書いていますが、まあ、これが実現すればリアルタイムで戦った中での1位2位とかねトップ10とかっていう順位がね生まれるような大会が開かれるんでしょうか。これはまあ想像の域を脱することはできないんですが、実際こういうものが生まれると、そうですね、一発勝負ですからね、リアルタイムバトルっていうのはその場でお互いが接続した状態で一発勝負でのバトルなのでね、まあ、このバトルの中でのナンバーワンは真のナンバーワンっていう風になるのかもしれませんね。実際にねそういう風なものが開かれたら、そうですね、もうドキドキしてねコケスタ連発するんじゃないでしょうか。僕なんかもう間違いなくコケスタしてね、はい、負けちゃうと思うんですが、でもねそういう手に汗握るバトルっていうのもね楽しいので、これは本当に楽しみだね。運営さんのこの個人的な野望のレベルとありますが、いやー待っていたいと思いますね、うん、ということで今回ね簡単に見ていきましたが、このリアルタイムバトルっていうものがね8周年にはまた大きく進化して加速していくということが、読み取ることができたお知らせでした。こういう風にね知り合いと対戦できたり、そしてもしかすればドリスピ公式大会ということでね、やはりドキドキワクワクというものがねさらに増えたんではないかと思います。そして現在の開かれているイベントの中でのね、皆さん一体何の車両を今狙っておられますか。やはりこの車両ですか。100位以内に入ったらゲットできるこのアベンタドール SVJ、 もうこの皆さんねこれ見ておられますよね。このステータス化け物ですよね、本当ね。まあそれだけね今の順位を見ていると本当ガチで取りに行ってる方いますね。本当しんどい時ですね今は。でも頑張ってねなんとかこの車をゲットして乗り回してほしいですね。僕は今頑張ってるんですが4354位ですか。3000位なんとか入りたいんですよね。それもやはり SVJ はゲットできないにしても、こちらのねサーバルキャットネオですよね、この子のステータスがね素晴らしいねですよね。これね加速性能1622、ハンドリング3426ですよね、星6でね。これって例えば、このトヨタイヤのね V386、こちらが加速1542、ハンドリング1290なので、まあこのステータスここだけ見るだけでもこのね86ネオンの方がいい走りをするなっていうのがね目に見えてきますよね。なので僕はなんとかこれ3000以内でゲットできる車両なので頑張って3000以内にはね入っていきたいと思っています。はい、ということで本当にドリスピ7周年おめでとうございましたということと、8周年からねリアルタイムバトルさらに進化していくっていう内容のお知らせを見ていくことができました。7周年いろんな思い出が皆さんあったと思いますが、8周年もね大好きなゲームの中で楽しい思い出をたくさん一緒に作っていきましょう。ということで皆さん今日も動画を見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。